愛用してたという名刀、幕末の名刀ですけど、虎徹の出身地だったと、長袖虎徹っていうんですけど、僕のアトリウム住所は長袖町7-7というところで、もともと虎徹一家はあの辺に住んでたらしいんですね。それで長い間武具を作ってたんですけど、まあ、江戸時代になって平穏になったら、まあ、一族で越前へ引っ越したらしいんです。それで仏壇関係の仕事をしてた。それを なぜか虎徹の代になって、それで僕がひょっとしたらこのせいかなと、東京から越してきたと思い込みまして、ふとそれでそれからしばらくしてアトリエの屋根を見たそうですね。120年前の瓦が載ってるんですけど、それがあの鬼瓦はですね、アトリエは一人が住んでまして、白兎っていつもこう言われて、何かしらあるたびに言われてましたので、あ、これはやっぱり兎にも生まれたのかと。虎徹と白兎に生まれて何の縁もかもない滋賀県に越してきたのかなと妙に納得した場所なんですね。まあ、空間自体は本当にここはまだ民家ですから、日本の民家は木と関係と言われてぐらい対応されてます。僕の場所はあの醤油の醸造蔵ですから、紙はないんですね。全部木です。木以外は土も壁も天井も瓦も、その薄いの瓦がですね、一昨年だったかな、台風19号だったと思うんですけど、彦根で瞬間最大風速、62メートル、国内最大級と言われた風を記録しまして、僕その時仕事してたんですね。それから屋根の上ものすごい音があるんです。聞いたこともないような音がして、後で外へ出てきたら、ネオナラが全部飛んでる。